歯や口を毎日しっかりケアすることは体の健康を守ることにつながります。週刊健康マガジン、今夜のテーマはよく噛む県長崎県。長崎県歯科医師会常務理事の又野先生にお話を伺います。健康で長生きするためには、食べ物を噛む力や飲み込む力を維持することが大切です。年を取ると滑舌が悪くなる、食べこぼしやわずかなむせ、硬い食べ物が噛めなくなるなどの機能低下が自然と起こります。この現象はオーラルフレイルと呼ばれていて、進行すると食事の量が減って十分な栄養を摂取できなくなり、体力や筋肉が衰える、認知機能が低下するなど体の健康に支障をきたします。食べる動作を見てみると、前歯は食べ物を切り取り、奥歯は食べ物をすりつぶす役割を果たしていて、舌は食べ物と唾液を混ぜ合わせて飲み込みやすくします。年を重ねても健康を守るためには、虫歯や歯周病などにならないように毎日しっかりケアすること、舌の筋肉や飲み込む力が低下しないようにすることが重要です。歯科医院では、虫歯や歯周病、入れ歯などの治療だけではなく、噛む力、飲み込む力を低下させないためのケアや指導を行うという役割を担っています。歯科医院で受けられる検査の一つに、噛む機能をチェックするための咀嚼機能検査があります。グルコースという成分が含まれたグミを20秒間噛んだ後、水で口をすすいで吐き出し、グルコースが水分中にどれぐらい含まれているかを測定します。噛む力を数値化することで、自分がきちんと噛めているのかを確認でき、機能低下を予防するモチベーションアップにもつながります。硬いものが食べられなくなってきた、食べこぼしやむせることが多くなってきたという方は、かかりつけの歯科医院に相談してみましょう。週刊健康マガジン、次回は毎日を活動的に過ごそうをお送りします。